はい、では肝細胞がんについてお話をしていきたいと思います。まず基本的なところからお話をさせていただきます。肝細胞がん、肝がんですけれども、年齢別の罹患者数になります。やっぱり高齢になるにつれてだんだん増えてきておりまして、現在、75歳以上の高齢者が約半数以上占めているという状況になってきております。これのほど肝がんの患者さんが高齢化しているのは一番、海外も比べても日本だけだと言われております。また年間の罹患者数が3万4000人といったところも、海外と比べてもかなり多い国となっております。肝臓がんと言われると多くは肝細胞がんというがんになることが多いです。その他には肝内胆管がんというものもありますけれども、およそ9割以上が肝細胞がんだと言われておりますので、今日のお話の内容は主にこの肝細胞がんにフォーカスをしてお話をしていきたいと思います。で、肝細胞がんと言われると肺系肝疾患、何かベースに肝臓の悪い方が肝細胞がんを発生しやすいと言われております。一般によく言われているのは B 型肝炎や C 型肝炎と言われるようなウイルス性の肝疾患から発生することが多いということが言われております。このウイルス性の肝疾患ですけれども、この緑のところが B 型肝炎。B 型肝炎の患者さんの割合は年代ごとにあまり変わりはないんですが、C 型肝炎の患者さんの割合がここのところぐんと減ってきております。これ2015年ですが、最近では約半数ぐらいまで肝炎の患者さんが減ってきていると言われています。代わりに何が増えてきているのかというと、代謝異常関連脂肪肝疾患、マッフルドと言われるような、いわゆるコレステロ、あの脂肪肝で、しかもアルコール性じゃないような脂肪肝からも発生する。B 型、C 型から以外の肝からも発生するということが最近のトピックと言われています。肝がんの取扱規約を示しています。こちらが病気分類になりますけれども、この病気分類というのは腫瘍数、腫瘍径、脈管侵襲のありなしで、こういうふうに T1、T2、T3、T4 というふうに分かれてきます。そしてリンパ節転移のありなし、遠隔転移のありなしというふうに分かれてくるんですけれども、残念ながら長生きする期間、生存期間と相関はするんですけれども、治療法の選択にはこれだけでは選択できないといったところで、あまり使われてないのが現状です。また肝臓の患者さんではやっぱり注意して見ていかなきゃいけないのが、この肝障害度と言われるものになります。肝機能の分類でチャイルドピュー分類というのが世界的にも有名な分類、またアルビーグレードというのが最近出てきた分類になりまして、チャイルドピュー分類というのは肝性脳症のありなし、腹水のありなし、ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン時間といったところで評価をしていきます。肝機能がいい人が5点から6点の A、中等度に落ちている人が7点から9点の B、C になるとかなり肝機能が悪い方となります。また最近ではアルビーグレードといって、ビリルビンとアルブミンといういわゆる2つの指標だけで肝障害度を評価する指標も出てきております。これらのメリットはこういう脳症や腹水といったような、血液だけではわからないような検査項目が含まれていないといったところがポイントであります。この肝臓がんの患者さんでは、肝障害度の評価というのも重要なポイントであると言われています。で、こちらが治療方針を決めるときによく用いられる、世界的によく用いられる、バルセロナクリニック・リバーカンサーグループが出している治療方針になります。アーリーステージというのが、単発の肝細胞がん、もしくは3センチ3個以下とかなり限定的な患者さん、こういったような患者さんには肝切除かラジオ波っていって針を刺して焼く治療などの穿刺局所療法が選択されます。インターミディエートっていうのが多発するような患者さんで、こういう時には冠動脈化学塞栓術、TACE と呼ばれる治療が選択されます。アドバンスドっていうのが、
脈管侵襲、門脈とか冠静脈といったところに腫瘍が入り込んでくるような患者さんであったり、肝臓以外の臓器に転移があるような患者さん、こういった時には薬物療法が選択されます。エンドステージっていうのは肝機能が悪い、先ほどお出ししたチャイルドピュー分類の C にあたるような人が、こういう緩和治療という選択肢になってきます。日本でもこのような肝細胞がん治療アルゴリズムというのができています。こちらは肝予備能、肝外転移、脈管侵襲、腫瘍数、腫瘍形で治療法が分別されてきます。肝機能が良好なチャイルドピュー A または B の患者さんで、肝外転移がなく、脈管侵襲がなく、腫瘍数が3個以下で、腫瘍径が3センチ以下の場合は、切除か焼灼、ラジオ波などの治療が選択されます。3センチを超えると切除か塞栓術、切除が第一選択で塞栓術というのが、定位数って言われるものですけど、これが第二選択になります。4個以上となってくると塞栓術が第一選択で、薬物療法というのが次いで出てきます。脈管侵襲があるような患者さんでは、切除できる場合は切除、できない場合は薬物療法と言われています。肝外転移がある場合は薬物療法が一般に選択されます。肝機能が悪いチャイルドピュー分類の C になりますと、いわゆる移植の基準であるミラノ基準や55500基準というものを満たしているような患者さんであれば移植が選択されることもありますが、日本ではなかなか移植、肝臓の提供がやっぱり親類から、身内からの提供のみになりますので、なかなか難しい。脳死肝移植がなかなか発展していない日本の現状では、肝移植の選択肢はかなり少ないと言われています。移植ができないような患者さんはもう緩和治療、積極的な抗がん治療を行わない方が良いと言われています。肝細胞がんの治療法をまとめてみました。切除、移植、ラジオ波などの局所穿刺療法、放射線療法や冠動脈化学塞栓術、TACE と言われるものや、抗がん剤の冠動注するといったところや、全身薬物療法などなど多彩な薬治療法があります。こういうように多がん種と異なって有効な局所療法があることが肝細胞がんの治療のポイントであります。まず最初に切除についてお話をします。こういうふうに単発で端っこの方にある場合、こういう場合は切除で腹腔鏡下とかですぐにポンと切れてしまいます。こういうような、局所にしかないような状態で肝機能が良いような患者さんというのは切除がよく選択されます。3個以内、肝機能が良ければ切除可能で切除。この切除を見るときの肝機能の基準が ICG という緑の注射を打って採血で肝機能を評価するポイントがあります。あとは肝移植のみならず、最近では腹腔鏡下というのも手術ができると言われています。肝移植というのが2つの基準がありまして、海外で出てきたのがミラノ基準というもので、単発で5センチ以下、多発では3個以下で3センチ以下と言われています。55500基準というのが日本から出てきた基準で、腫瘍径が5センチかつ、腫瘍数が5個かつ以下かつで、 AFP という腫瘍マーカーが500以下、これでも肝移植の適用になるだろうと言われています。しかしながら、やっぱり年齢が高齢になると、この肝移植もなかなか難しいので、一つのターニングポイントが65歳ぐらいと言われておりまして、65歳を超えると、なかなか肝移植の選択肢は厳しくなるかなと言われています。続いて、穿刺局所療法になります。このように CT 画像ですけれども、ここに腫瘍があります。この腫瘍のところに針をめがけて、こういうふうに刺して焼く。そうするとこのように黒っぽく焼け焦げてしまう。これが穿刺局所療法と言われるもので、ラジオ波というのがよく行われておりまして、最近ではマイクロ波というものをよく使われるようになってきています。一般的には3センチ3個以下と言われています。こちらは3センチ3個以下の患者さんを対象として、切除がいいのか、ラジオ波がいいのかというのを比較したランダム化比較試験、サーフ試験と呼ばれるものになります。これが無再発生存曲線と言われるものでありまして、横軸が時間、年齢、年数を表しています。
縦軸が再発してきてないかどうか、再発していない患者さんの割合になります。こういうふうに生存曲線がどん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 低下してくること、これが、再発のラインでありまして、この黒い方が切除のライン、赤い方が、ラジオ波のラインになりますけれども、ラジオ波と切除、ほぼこの曲線が重なっているといったところからすると、3センチ3個以下では同等の無再発生存期間であるので、どちらを選択してもいいですよという見解になっています。続いて放射線療法になります。放射線療法のメリットは、このような大きな腫瘍であっても外から照射することでコントロールすることができる。こちらの症例は陽子線をこの部分に照射した患者さんですけれども、形は残ってるんですけど、3年経っても大きくなってこない。こういったところが放射線治療のメリットで、大きな腫瘍でもコントロールすることができると言われています。一般に体幹部低位放射線療法、陽子線や重粒子線などの粒子線治療があると言われていまして、体幹部低位放射線療法というのが5センチ以下で結構多くの施設でできるようになっています。粒子線治療というのは特殊な施設、我々の病院では陽子線を持っていますけれども、重粒子線とかがある施設もあり、施設によってこういう粒子線治療ができる、できないというのはかなり偏りがありますが、こちらももうすでに保険適用となって使用可能な状況になっています。続いて、冠動脈塞栓術。冠動脈塞栓術というのは、いわゆる兵糧攻めによく例えられる治療法でありまして、このように血管造影で肝臓がこの部分にあると見てください。肝臓を栄養する血管の中で、この黒っぽくなっているところが肝細胞がんで、肝細胞がんは肝動脈から栄養をもらってがんが増大してきます。この栄養をもらっている血管にカテーテルというのを進めてきて、ここから塞栓剤を詰めることによって、抗がん剤と塞栓剤で詰めることによって、がんをコントロールしてしまおうという治療法で、実際これが CT で治療前こういうふうに白っぽく染まってたところに、お薬、白いお薬を入れたらこういうふうにしっかりとはまってきまして、ここのがんが兵糧攻めされて落ちてしまうという形になります。この冠動脈塞栓術っていうのは、一般に無治療であるとか、ホルモン療法みたいなものと比べても優位に生存期間の延長が示されたという試験が多く認められたことから、標準治療としてよく用いられています。さて、ここからが肝細胞がんに対する全身薬物療法の話になります。今現在日本では承認されている薬剤が、初回治療、最初に用いる治療としてソラフェニブが2009年に承認され、レンバチニブが2018年、アテゾリズマブ、ベバシズマブが2020年、デュルバルマブ、トレメリマブが2022年、デュルバルマブ単独も2022年に承認され、この5つの治療法が初回の治療として用いることが可能です。また、このソラフェニブというのが一番長く使われてきた経緯もありまして、ソラフェニブの抵抗性になったような患者さんで、レゴラフェニブ2017年に承認、ラムシルマブ2019年に承認、カボザンチニブ2020年に承認といったことで、今現在この8種類の治療法が、肝細胞がんの患者さんで選択が可能と言われています。こちらはこの肝細胞がんの治療薬のカテゴリーを分けたものになります。免疫チェックポイント阻害剤と言われるものと、分子標的治療薬と言われるものになります。免疫チェックポイント阻害剤では CTLA-4 というのを抑える薬剤としてトレメリルマブ、PD-1、PDL-1 を抑える薬剤としてデュルバルマブという薬剤があります。また、アテゾリズマブという薬剤もあります。VGF の抑える、血管新生を抑える、 VGF というのは血管新生作用があるので、これを抑える分子標的薬として、ベバシズマブやソラフェニブ、レンバチニブ、レゴラフェニブ、ラムシルマブ、カボザンチニブというのが挙げられます。このように免疫チェックポイント阻害作用と
VGF を抑えるような作用に大きく大別されると言われています。さて、最初にもお示ししたこの BCLC の治療方針の中で薬物療法はどこかというと、このアドバンスステージの患者さんが対象になるとよく言われています。アドバンスステージというのが、一般に門脈や冠静脈に腫瘍線がある場合や、冠外転移があるような場合がアドバンスステージと言われていまして、こういったような患者さんに抗がん剤による治療というのが一般に推奨されています。こちらが薬物療法治療アルゴリズムというものでありまして、どういうふうに使い分けていけばよいかということが書いています。対象となるのは切除、肝移植、局所療法や TACE、冠動脈塞栓術の適用とならないような進行した肝細胞がんの患者さんで、全身状態が良好、肝機能も良好な患者さん、その中でもこの複合免疫療法というのが、免疫チェックポイント阻害剤を2種類組み合わせた治療法が使えるか使えないかといったところで、使えるような患者さんであれば、アテゾリズマブとベバシズマブの2種類の治療か、トレメリマブとデュルバルマブという2種類の治療になります。こちらの治療法の違いは、アテゾリズマブというのは PD-1 抗体、ベバシズマブというのは VGF を阻害する作用があります。トレメリマブというのは CTLA-4 抗体、デュルバルマブというのは PD-L1 抗体といったところがありまして、免疫チェックポイント阻害剤同士の組み合わせと、ベバシズマブのような VGF と免疫チェックポイント阻害剤の組み合わせ、この2つの治療法がよく使われる治療法になるので、これらの適用がある患者さんではどちらかを選ぶというふうに言われています。これらの適用がない場合には、ソラフェニブ、レンバチニブ、デュルバルマブというのを選びましょう。で、この一時治療が効かなくなったような患者さんにおきましては、それ以外の治療法が全て選択肢になりますよというふうに記載されています。では、いくつか重要な治療法をピックアップしてご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのが、アテゾリズマブとベバシズマブ、アテゾベバと我々よく呼んでいます。これはソラフェニブと比較したインブレイブ150試験というのがありまして、全生存期間、無増悪生存期間、この生存曲線を見ていただくと、青い方のアテゾリズマブ、ベバシズマブ群が赤い方のソラフェニブ群と比べて上の方を行っている、より長生きしていることを表しておりまして、この生存曲線がきれいに分かれていることが、有意な差があるというふうに言われています。一般的な有意な差があるというのが、P 値って言われるものが0.05未満になりまして、この2つの曲線には0.0009ということで有意な差がある。ハザード比っていうのが、1が両群変わらない、1より下回ると、アテゾリズマブ、ベバシズマブ群がいいということになるんですけれども、0.66ということは、0.34、34%亡くなるリスクを下げているということが示されています。生存期間中央値が19.2ヶ月に対して13.4ヶ月と良好な結果が示されました。また、無増悪生存期間においても、アテゾベバ群が6.9ヶ月、ソラフェニブ群が4.3ヶ月と有意に良好だという結果が示されています。さらには、こちらがデュルバルマブとトレメリマブとデュルバルマブとソラフェニブの3群を比較した試験になります。まず最初に、デュルバルマブとトレメリマブとソラフェニブを比較した全生存期間ですけれども、青い方のデュルバルマブ、トレメリマブ群の方が生存期間曲線が上を行っていまして、中央値で16.4ヶ月、ソラフェニブ群13.8ヶ月、P 値も0.05を下回って0.0035、ハザード比も0.78ということで、22%亡くなるリスクを下げているということが示されてきました。良好な結果が示されてきて、こちらも標準治療として位置づけられています。また、デュルバルマブ単独というのは、ソラフェニブと比較した結果も示されておりまして、
こちらの方が1剤、薬が減ってる、トレメリマブが減ってる分だけ効果が若干落ちますが、ハザード比も0.86と、1.14%なくなるリスクを下げている。またこの時、ハザード比の上限、95%信頼区間の上限が1.03ということで、1.08を下回った場合には、ソラフェニブと比べて非劣性、劣ってないよということが示せれますよということで行われた試験で、それを満たしてきたので、ソラフェニブよりも悪くはないということが示されてきました。こちらが先月、先々週、欧州の臨床腫瘍学会で報告された5年この試験を経過観察した場合どうだったかという結果を示したものになります。こちらはこのデュルバ、トレメの併用療法は5年のところを見てもらうと20%、5年生存割合が20%ということは、以前5年はなかなか厳しいと言われていたがん種であるんですけれども、薬物療法だけでも20%生きていらっしゃる方が出てきたということは素晴らしい結果だと思いますし、中でもデュルバトレメで腫瘍の縮小が得られた、50%以上の腫瘍が縮小が得られたという患者さんにおきましては、5年のところで63%ということで、非常に良好な結果も報告されてきております。この試験の中で、無造悪生存期間も見ていますけれども、無造悪生存期間は、デュルバ、トレメ、デュルバ、ソラフェニブであまり変わりはなかったけど、全生存期間では変わりが出てきた。これは、後々効果が出てくるようなことを、このデュルバ、トレメは示していまして、まあ、良好な結果は示されてくる。生存期間において、無造悪生存期間では示されてないけれども、生存期間では良好な結果が示されております。では、このアテゾリズマブ、ベバシズマブ、デュルバ、トレメ、どちらが良いのかといったところなんですけれども、まあ、試験の対象は似たような対象ではあります。ハザード比も0.66、0.78となると、全生存期間のハザード比、小さい方が良好と考えると、まあ、若干当てそべば良さそうな感じもしなくもないけれども、実際この2つをきちんと比較した試験が行われたことはありません。なので、どちらが良好ということもなかなか言いづらい現状であります。したがって、肝がん診療ガイドラインにおきましても、両者を推奨しますということで、一次薬物療法ではデゾベバ、デュルバトレベともに推奨しますよ。これらが適さない場合に、ソラフェニブ、レンバチニブ、またはデュルバルマブを推奨しますという、先ほどのアルゴリズムのようになっております。さて、もう一つ今年のトピックになりますけれども、イピリムマブ、ニボルマブという薬剤が登場してきました。これはレンバチニブもしくはソラフェニブと比較した第3相試験が行われておりまして、イピリウマブ、ニボルマブ群の全生存期間が23.7ヶ月、レンバチニブ、ソラフェニブ群が20.6ヶ月、ハザード比も0.79ということで、やはりレンバやソラフェニブと比べても死亡のリスクを下げている。ピーチも0.018ということで良好だということで注目されてきている結果になります。無造悪生存期間に至っても同様に差がついてきたといったところで、走行割合、がんが50%以上縮小する患者さんの割合も36%ということで、非常に良好な結果が示されていました。なので、全生存期間も長い、腫瘍が縮小する効果も高い、しかしながらやっぱり副作用である有害事象といったところが少し高頻度に認められていまして、高用量のステロイドを有するような免疫関連の有害事象というのが29%と言われています。デュルバ、トレメの併用療法が20%ぐらいだったところと比べると、やっぱりちょっとリスクは高いといったところにはなるのかなと言われています。ただ、この試験も良好な結果が得られてきたので、この薬剤も近い将来認められるんじゃないかと言われています。こちらがその治療成績の比較になります。走
走行割合を見ていただくと36%というのが一番アテゾベバやドゥルバトレムよりも比べて良好。無自覚生存期間も良好。全生存期間も良好だった。しかし、これらを直接比較したことがないので、なかなかどれがいいということは、まあ、優劣つけがたしという形には今のところなっています。では、冠動中化学療法で有望なのはないかといったところですけど、これは私が開発した治療法ではありますけれども、レンバチニブとシスプラチンという冠動中化学療法を併用することによって、走行割合が先ほど36%だったところと比べて45.7%と非常に良好な結果が出てきた。まあ、実際1人の患者さんの症例をご提示しますけれども、主要マーカーである AFP とか PIVKA2 と言われるものが治療開始後途端に下がってきました。実際の画像ではこの白いポチポチとした粒々のようなのが全部がんであります。6ヶ月後にはこのようになくなってきた。こういう白いポチポチとしたものがなくなってきているといったところで、こういうふうに良好な効果を示した患者さんもいらっしゃい。まあ、なので、どれに治療が当たるかというのは実際やってみなきゃわからないところはあるかなとは思っています。さて、続きまして、今、アドバンスステージの薬物療法の話をしてきました。インターミディエートステージのところでは、TACE、冠動脈化学塞栓術が一般的な治療選択肢だと言われておりますけれども、最近ではここにも薬物療法が侵食してきています。どういう対象がいい対象かって言われると、TACE がうまく効かなくなったような患者さん、インターミディエートステージの中でも TACE を2回以上やってもなかなか増悪が認められるとか、脈管浸潤や冠外転移、腫瘍マーカーが上がってくる、こういったような患者さんは TACE 不応と言われて薬物療法の適用だと言われていますし、最近では TACE 不適、TACE やっても効かなさそうだと言われている患者さんというので、TACE の効果が期待できないような患者さんというのがこういうふうに挙げられていますし、TACE 不応や抵抗性になりやすい病態で、アップトゥーセブンアウト。アップトゥーセブンというのは、腫瘍数と腫瘍径を足して7を超えるか超えないかといったところで、腫瘍数が3つ、腫瘍径が5センチ、最大径が5センチだったら3足す5で8になるので、アップトゥーセブンアウトに位置づけられてしまう。まあ、こういうように腫瘍数と腫瘍径を足して7以上になった場合は、定数が効きづらい対象じゃないかとか、あとは肝機能が少し悪くなりやすいような対象というのも、アップトゥーセブンアウトやアルビーグレードというのが少し高いような患者さん、こういったような症例も、定数が効きづらい対象になるので、薬物療法が良い適用になるかもしれないと言われてきています。実際、日本ではどうかって言われると、全体集団、全世界で見たときに、インターミディエートで薬物療法を導入している患者さんの割合っていうのは、いろんな臨床試験の中でも大体1、2割というところになります。日本の中で見てくると、この全体集団の中に日本のサブグループ、日本人が入っている患者さんが集団がありまして、その割合はどれくらいかというと、4割から5割ぐらいになってきておりまして、結構日本では薬物療法が早めに導入されている傾向があるかと言われています。まあ、こういったところには、じゃあ薬物療法に加えて、TACE に加えて薬物療法を加えるメリットがあるのかどうかといったような試験も行われてきました。インターミディエートでいわゆる TACE の良い適用になる患者さんで、TACE も薬物療法もやったことがないような患者さんが対象で、デュルバルマブを加えた患者さん、デュルバルマブとベバシズマブを加えた患者さんと、プラセボ、偽薬で何も加えなかった患者さんという形になります。これを比べてくると、デュルバルマブとベバシズマブの2剤を加えることによって、TACE 単独、TACE とプラセボの患者さんと比べて優位に無増悪生存期間を伸ばしてきたという報告がなされました。またこちらも今年の ESMO と言われる欧州の臨床腫瘍学会の方で、
報告されたものですけれども、今度はテエスにレンバチニブとペンブロリズマブを併用する、テエスとプラセボ偽薬を併用する、いわゆるテエス単独と比較したところ、こちらも同様にテエスとレンバチニブ、ペンブロを併用する方が無増悪生存期間を伸ばしてきたという報告が出てきています。そうすると今後テエス冠動脈塞栓術の適用となりそうな患者さんにはこういうふうな薬物療法を併用するということが出てくるかもしれません。まだこれは、無増悪生存期間の解析結果でありまして、本当にこれで長生きするのかどうかということもしっかり見極めた上で最終的に承認されたら使用可能になる。現状ではまだ使用できる段階ではないですけれども、こういうような可能性も出てきたということが言われています。またさらにはこれ日本で行われた試験なんですけれども、テエスとレンバチニブという分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤じゃない分子標的薬を加えても走行割合が 79% と極めて良好。このウォーターフォールプロットというのは真ん中のラインよりも下に行っているのが腫瘍が縮小した割合です。 100% 腫瘍が縮小した人もいますし、 50% 以上腫瘍縮小した人、それが 79% と極めて良好な結果も出てきておりまして、期待される結果も登場しつつあります。では肝がん診療ガイドラインではどういうふうに記載されているのかというと、テースを行うような対象どうなのかというと、一般的には4個以上で、1個から3個であれば3センチ以上の肝機能良好で、多血性の腫瘍であるというのが良い適応だと言われています。まあ、こういったところがテースの良い適応であるんですけれども、最近ではこの分子標的薬との併用療法も考慮しても良いんじゃないかということも言われ始めてきています。さて話が少し変わりますけれども、 ABC コンバージョンといって、今まで薬物療法をやってもやっぱり完全に治るってことはなかなかなかった。しかしこれは何らかの局所療法を加える、コンバージョン、薬物療法から局所療法にコンバージョンすることによって完全にがんをコントロールしようという試みが最近よく行われるようになってきました。このインターミディエートステージの肝細胞がんの患者さんで、テースが不適で、アテゾリズマ、ベバシズマブを行った患者さん、肝機能が良好の110人の患者さんを対象として、アテゾリズマ、ベバシズマブを行って、何らかの局所療法、切除であったり、ラジオ波であったり、テースと言われるものを加えることによって、どれだけ臨床的に完全に走行が得られるか、もしくは薬物療法を中止してしまうことができるかといった試みも行われてきています。まあ、こちら110例のうち完全に走行が得られてがんがコントロールできたと言われている患者さんが 35% ということで極めて良好だったという報告です。また抗がん剤治療を始めたらなかなかやめることができないことが多いんですけれども、まあ、この、中でも薬物療法を中止することができた患者さんが 23% もいましたよといったところで、こういうコンバージョン、局所療法に移行できた患者さんの中では 66% も、薬物療法を中止できたという少し心強い結果も報告されるようになってきました。で、このように局所療法へコンバージョンできた、スイッチすることができた患者さんは無増悪生存期間や全生存期間もスイッチできなかった、コンバージョンできなかった患者さんと比べても非常に良好だったよということも報告されるようになってきておりまして、まあ、こういう患者さんにも、いわゆる新しいニュース、好ましいニュースが報告されるようになってきました。まあ、こちらは実際我々のところで、良好な効果が得られた患者さんで、インターミディエートステージ HCC、いわゆる多発の患者さん、
こんなに大きな癌があって、肝臓の中にもいくつかパラパラと多発してあるような患者さん。このような患者さんに、アテゾリズマブ、ベバシズマブ、アテゾベバによる治療を開始してみました。治療を開始してきたところどうだったかというと、治療前、治療後若干こう目立ってはいたんですが、治療12ヶ月後、ぐんと縮小してきまして、完全走行が得られた患者さんになります。この患者さん、その後も6ヶ月、このアテゾベバによる治療を継続しても、完全走行、全く出てこなかったために、がんが出てこなかったために、アテゾベバも中止することができて、経過観察ができている。この症例はコンバージョンしなくて、薬物療法だけでここまでいった症例ですけれども、どこかに一部がんが残っているところに、追加で局所療法を行うことによって、完全走行にたどり着けて、薬物療法もやめることができるといったような報告もちらほら出てくるようになりました。こちらがそのコンバージョン割合って言われているところで、先ほど紹介したのがこの一番上の論文なんですけれども、インターミディエートステージで34.5%。これはやっぱり若干高いんですけれども、ただ他の人の報告を見てきてても、インターミディエートステージの肝細胞がんの患者さんでも1割から2割ぐらい、こういうふうにコンバージョンできる。で、アドバンスド、いわゆる薬物療法が良い対象だと言われているところも含めても、だいたい5%から20%ぐらいの割合でコンバージョンできているといったところで、こういうような薬物療法をやめれるような患者さんも登場してきたと言われています。そして最後に早期、アーリーステージの患者さんについての薬物療法の現状についてお話をしたいと思います。アーリーステージというと、いわゆる切除であったり、ラジオ波などの局所療法で、がんを完全壊死、完全にコントロールできてしまう患者さんが対になります。まあ、こういったような患者さんに対して薬物療法で完全に治すというのはなかなか難しいですけれども、再発を抑制するために薬物療法を行ってくるという試みも今取り組まれてきています。いわゆる切除やラジオ波などの、局所療法を行った後に再発のリスクが高いと言われているような患者さん。こういったような患者さんにはそのまま見てるとやっぱり再発リスクが高いので、抗がん剤による治療をやったらどうだったかっていうのを見た試験で、アテゾベバによる治療を行った群と経過観察を行った群を比較したインブレイブ050という試験です。無再発生存期間を見てるとアテゾベバ群良好だったんですけれども、残念ながら全生存期間ではこの両者重なってしまいまして、生存期間には影響しなかった。さらに今年報告されてきたのは、この再発生存期間もハザード比といったところが、この最初の解析では0.72と28%再発のリスクを下げてたんですが、最近アップデートされた結果を見てくると0.90ということで、10%しかリスクを下げていないということが示されてきたし、生存期間もやっぱり変わりがないということで、残念ながらアテゾベバを加えることによって再発を抑制する効果は十分得られていないということになりました。ということで、まだ薬物療法として確立したものがないのが実際ですけれども、少し有望な結果も中国から報告されて出てきています。こちらがシンチリマブという抗 PD-1 抗体で治療した患者さんと、経過観察だけをした、何もしないで経過観察をした患者さんで、再発のリスクが高リスクな患者さんを対象として行ってきたところ、シンチリマブの治療が経過観察の患者さんと比べて、無再発生存期間も良好、全生存期間も良好という結果が報告されてきました。まだまだこれは確定的な結果というわけではなく、ランダム化第2相試験といって、第3相試験の結果を経て、標準治療というのが得られていく。
これはまだまだ試しに行われた試験ではあるんですけれども、こういうような当たりがつくような結果も出てきているので、注目されているところでもあります。そしてもう一つ最近話題になっているのが、ボーダーラインリセクタブル、いわゆる切除ができるかできないかギリギリのラインっていうのが最近定義されるようになってきました。ボーダーラインリセクタブルっていうのが、リセクタブルっていうのが切除が可能だ。ボーダーラインリセクタブル1というのが結構切除しても再発のリスクが高くて、そのまま手術だけじゃダメなんじゃないか。何らかの抗がん剤の治療を加えた方がいいんじゃないかと言われている。ボーダーラインリセクタブル2というのは、まあ、ボーダーラインとは書いてあるものの、おおよそ切除不能と考えられているような対象だと言われています。まあ、こういうふうにボーダーライン切除可能の定義というのが最近、日本の肝がん研究会、肝胆膵外科学会から報告されています。こちらがその定義になりますけれども、細かいことが書いてあるので省略はしますけれども、こういうようなボーダーラインリセクタブルっていう肝細胞がんの定義っていうのが出てきて、まあこれらに対して臨床試験っていうのもスタートされてきています。先ほどお示ししたようなレンバチニブとシスプラチン肝動中っていうのが非常によく効いていたっていうことも報告でありましたので、こういうボーダーラインリセクタブルの肝細胞がんの患者さんで、門脈や冠静脈などの腫瘍線がある、いわゆるアドバンスステージになっている患者さんに対して、レンバチニブ、シスプラチンを導入することによって切除がやりやすくなる、切除がどれだけできるようになるかということを見るような試験であります。まあ、こういうようにボーダーラインリセクタブルという概念も出てきて注目されています。最後、私のまとめになりますけれども、肝細胞がんの患者さん、かなり高齢化してきました。そして減少傾向にもなってきているということも言われています。ただし、最近増えているのが B でもない、C でもない、いわゆる B 型、C 型肝炎ではないような患者さん、非アルコール性の脂肪肝疾患などのような、代謝性の肝疾患などから出てくるような患者さんが増えてきています。肝細胞がんの患者さんにはいろんな有効な局所療法があります。さらにそれに加えて薬物療法が急速に進歩してきました。アテゾリズマブ、ベバシズマブであったり、デュルバルマブ、トレメルマブというのが登場してきています。まあ、大きく様変わりをしてきていまして、治療の開発っていうのが今までアドバンスステージだけだったのが、どんどんインターミディエートステージやアーリーステージまで薬物療法が登場してきて、大きく様変わりしてきている現状であります。最後に、こういうお話をさせてもらいましたけれども、なかなか分かりづらいところもあったかと思います。まあ、いろんなことで、個々の患者さんで意見を聞きたいということがあれば、まあ、がんセンター東病院、私が勤めている病院では、セカンドオピニオン等も随時受け付けておりますので、ぜひお越しいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。最初の方にですね、疫学のお話、どういう人がなってるよとかっていうお話をされていたと思うんですけれども、海外に比べて日本がちょっと多い傾向があったりっていうお話があったと思うんですが、それは何か背景があるんでしょうか？ご質問ありがとうございます。海外と比べて多いといったのは、昔やっぱり B 型肝炎や C 型肝炎、特に日本では C 型肝炎の患者さんの割合が非常に多かった。その経過がありまして、結構肝細胞がんの患者さん多く出てきました。ただ最近 C 型肝炎が完全に駆逐されるようになってきて、コントロールできるようになってきました。そうすると C 型肝炎をベースに発症している患者さんがどんどん減ってきました。なので肝がんの患者さんが減ってきているということは、まあ、どういうことかというと非常にいいことではあるんですけど、肝炎がまずコントロールされてきた。で、かつ高齢化してるっていうことも、昔肝炎になった人が高齢化してきている、今新しい人がなってない、
そういったところで肝がんの患者さんは減ってきています。ただ昔やっぱりこういうふうに C 型や B 型肝炎がかなり多かったといったところの流れで、どうしても肝細胞がんの患者さんは海外と比べても多い。ただやっぱりアジアの中では、日本はちょっと特殊で、日本は C 型肝炎の患者さんが多いんですけれども、中国とか韓国とか、他のアジア圏では B 型肝炎の患者さんの方が多いんです。日本は結構ワクチンが昔から進んできたので、かなりコントロールもできるようになって、ある一定頻度にとどまってるんですけど、日本はだいぶそこは進んでるのかな。ただまだまだ B 型肝炎の患者さん多く、世界的には肝がんの患者さん増えています。日本だけは減ってきました。ただまあその昔の名残があって、肝がんの患者さんはまだ多いですよという状況にある。なるほど。まあ、その日本はその C 型肝炎に由来する肝細胞がんが多いっていう、まあ、減ってきてはいるけれども、まあ、そういう歴史的な背景があるということだったんですけれども、今ご高齢の方でやっぱりその C 型肝炎になられて、でインターフェロンとかで治療されていた昔、そういう方も多いと思うんですけれども、それでもう症状が落ち着いてというか、もう治りましたよっていうふうに言われた方っていうのは、もうその後肝臓がんにならないっていうふうに安心しちゃってもいいんでしょうか？ありがとうございます。それ重要なところでありまして、結構 C 型肝炎にかかってる患者さん、ウイルスが消えてしまったんで安心してもう来られないっていう患者さん結構いるんですけれども、やっぱり C 型肝炎に罹患してた肝臓というのは結構やっぱり傷んでます。で、慢性肝炎から場合によっては肝硬変になってる方もいらっしゃる。そうするともうベースの肝臓が少しやっぱり弱ってるところっていうのはやっぱりがんができやすいんです。で、がんっていうのは遺伝子の異常で、いわゆるがんが増殖し、肝細胞が再生や、壊れては再生、壊れては再生という繰り返す過程において、どうしても遺伝子異常というのが起こってきます。で、そういう壊れてる過程が多い方っていうのは、やっぱりそういう遺伝子異常が蓄積してきている可能性はやっぱりありますので、その C 型肝炎がなくなった後でもがんが再発するリスクはあると言われているので、やっぱり定期的なフォローアップというのは我々も注意してやっていきます。はい、ありがとうございます。じゃあ、基本的にはそういう治療歴のある方っていうのはその主治医の先生いらっしゃると思うので、その先生の指示に従ってフォローアップをしていくっていうことが、もう治ったからいいやっていうことじゃなくて。そうです。きちんと継続して観察はしていった方がいいということですよね。そうですね。やっぱりきちんと定期的に見てることによって早期発見する。早期発見すると、うん、アーリーのステージで見つかれば、ちゃんと完全にコントロールできるような切除があったり、ラジオ波があったり、いろんな治療選択肢が出てきて、ほっとくとアドバンスのステージで見つかってしまう。そうするともう治療がなかなか難しいといったことになりかねなかったり、薬も効かなくなってしまったりということが出てくると、やっぱり結構厳しい現状が出てきますので、やっぱり定期的な検査で早期発見していただくことが望ましいと言われています。はい、ありがとうございます。薬剤もね、新しく いろいろなものが出てきて、で、その単剤じゃなくて組み合わせの種類だったりとかもいろいろ出てきていると思うんですけれども、いろんながんの領域で最近シェアードディシジョンメイキングとかって言って、その患者さんのこう生き方とか、まあ、そういったことも含めて、こうまあ、エビデンスとしてはね、一番効くのはこれだって、そういうもう揺るぎないものってあると思うんですけれども、その中でもどの薬剤をこう選んで何を最初にやるかとかっていうのって、結構対話が必要なんじゃないかなと思うんですけれども、実際どうなんでしょうか？ご高齢の方も多いと思うんでね、そういう、まあ、先生にお任せしますっていうタイプの患者さんも多いとは思うんですけれども、実際その薬物療法の選択を決めるときっていうのは、先生はどんなふうに？はい、ありがとうございます。いや、それ非常に重要なところになります。特にこの肝細胞がん、最初にお話したように高齢の方多い、
高齢の方になると、やっぱりどうしてもやっぱり副作用に対するダメージっていうのは、ちょっとやっぱり若い方と比べて強く出やすい。起こった時にやっぱり余力が少しどうしても劣ってしまいますので、そういう意味ではちょっと注意をします。特に80歳以上の方っていうのも結構出てきていまして、やっぱり、平均寿命も80代にはなってきたものの、やっぱり、それなりに体力的にも落ちてきてるところもある患者さんに、本当に薬物療法をやるのかっていったところで非常に悩ましい点。ただ今回取り上げたアテゾリズマブ、ベバシズマブとかは比較的副作用がやりやすくって、高齢の方でもやりやすい方の治療法だと言われていますし、トレメルマブ、デュルバルマブという治療法に関してもしかりで、何もない方は何もない。なのでやれてしまうといったところもあって、まあやってみてから考えるでもいいですよという言い方をすることもありますし、まあ難しいところではあるんですけれども、やっても私は悪くはないかな、高齢の方でも十分耐えられそうだなって思えるような治療法ではあるかもしれないなと思います。実際90歳の方でも、患者さんがやっぱり私は100歳まで生きたいんでって言われたので治療をしました。そうですよね。患者さんによってこう少しでも長く生きたいのか、それともこうより質の高い自分らしい生活を、その寿命よりもそっちの方が大事なのかっていう、もうそれぞれね、価値観もあるでしょうし、また基礎的な体力も同じ年齢でね、同じとは限らないので、そういったところも見ながら、ということなんでしょう特にね。80代の方はやっぱりもう私は治療いいですって言われる方は多い気がします。そういう場合はもうやっぱり治療はされないんですか？してないですね。実際にやっぱ患者さんの希望を最優先にします。なので、その代わりきちんと説明はさせてもらいます。患者さんにもそうですし、ご家族にもきちんと説明をした上で、ご理解いただいた上で治療をやめるっていう選択肢を取っています。なるほど。なんか今のお話で、患者さんご高齢の方が多いと、その意思決定の場面とかにも必ず家族とかが出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、家族とご本人のこう意向が違う場合とか多々あるんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうでしょう？まあ、でもそこは最終的には家族内でまとめてもらう形にはなるかなと思いますけれども、まあ私ができることはやっぱりその患者さんに対して治療法、こういうのがある、こういうのがある、でこういうリスクがある、こういうリスクがあるけれども、まあそれぞれ一長一短でどうした方がいいかっていうところがね、はしっかりご説明させていただいて、あとは患者さんの人生観と家族の希望、こういったところも踏まえた上で、最終的には家族でよく相談して決めてくださいねっていう提案をさせてもらってます。でもそれでもどうしても決めきれないって言った時は、もう最優先では患者さん自身の希望で決めていただいてるっていう形。ですよね。やっぱりなんか家族としては少しでも長く生きててほしいって思いますけど、やっぱり副作用と向き合ったりとかするのはご本人ですからね。そうですね。今ちょうどですね、YouTube の方にコメントいただいて、関節除後の補助療法の提案は外科からされるのでしょうか、それとも内科に引き継がれるのでしょうかということで、先生は内科でいらっしゃるんですけど、外科の先生と連携してっていうことは当然ありますよね。ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。まず最初にお話ししとかないといけないのが、補助療法は今確立したものがない状況で、先ほど話したようなアテゾベバもまだ有効ではないといった結論になってますので、今おすすめできる治療法はないです。ただ実際臨床試験とかでご提案するときにはどうしてるかというと、まあ、外科の先生、やっぱり手術した後に一番顔を見ていただいてますので、まずそこで少しお話をしていただいて、内科の方であと引き取って治療の具体的な説明をさせていただいたり、試験についてとかをきちんと説明させていただくっていうことで、両者で見ていることの方がやっぱり多いです。そっちの方が患者さんご自身も安心される、
内科だけで見るより外科の先生もちゃんとまだ見てくれてるっていうところで、我々の施設では両方で見ているっていう形をとっています。ただ施設によってやっぱり外科だけで見てきているって言ったところもやっぱりあるかと思うので、そこは施設による差があるかなと思います。なるほど。今は切除後の補助療法というお話だったんですけれども、そうじゃなくて、その手術後の再発とか、もうちょっと手術がの適用じゃない方が来た場合は、もう完全に内科に引き継ぎっていう形になるんでそうすか？ですね、引き継ぐことがやっぱり多いですね。外科の先生がなかなかタッチできない領域になってくると、まあ、内科であとは引き継いでやっていきますといったところが多いですかね。なんか病院によってその肝胆膵に関するその外科はまあ大体あると思うんですけど、内科っていうその肝臓がんに関する内科っていうのを設置してない病院とかもありますよね。両方ありますよ。両方外科ありがないっていうところもありますし、ます。あ、そう内なん科がないっていうところもやっぱりあります。内科がないところはやっぱり外科の先生が代わりに薬物療法をやってくるっていったところが多いかなと思いますし、外科がないといったところは内科の先生が近くの近隣の病院の外科の先生に手術を依頼するといったような形を取ることが多いかな。両方あります。はい、分かりました。安心しました。はい。で、新しい薬がどんどん出てきている中でですね、なんだろう、まあ、ご高齢の方が多いんで、積極的にそういう治療をやりたいっていう方はむしろ少ないのかもしれないんですけれども、ご高齢だと基礎疾患もたくさん持ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、例えば、あと免疫チェックポイント阻害剤って新しく出てきましたって言った時に、それが本当は使わない方がいい、その体質の方でもどうしても使いたいんですみたいな方、過去におられたりしましたでしょうか？はい、ありがとうございます。あるんですけれども、やっぱりリスクは高いです。いわゆる免疫チェックポイント阻害剤って自分の免疫を活性化する治療法なので、自己免疫性疾患って言われるものを持っている患者さんによっては、自分の免疫を活性化しすぎると自分の体叩いてしまうので、それだけでいろんな障害が起こってきてしまいます。場合によってはそれが致死的になることもあるので、基本的におすすめはしていないです。ただその持ってる自己免疫性疾患によっては、程度が低いものから免疫を抑制しなくても、まあ、いいような薬剤病態の患者さんもいらっしゃるので、まあ、難しいところではあるので、そこはもう個々の病態に応じた対応にどうしてもなってしまいます。基本はおすすめしないのがベースにあるんですけれども、まあどうしてもって言われた時に病態がマイルドで落ち着いていて背に腹は変えられないという状況があればできないこともないです。ただリスクは高いです。そうですね。あと、最近の治療は、通院の治療だったり、あるいは内服だったりすると、その病院でずっと見れない、ご自宅でその体調の管理をしていかないといけないっていうことも多いと思うんですけど、ご高齢でお一人暮らしだったりとかすると、その辺なんかちょっとこう見えないところで治療の継続とかが難しいなっていうふうに思うようなケースもあると思うんですけれども、そういうの方にはどんなふうにおはい、話しそれ非常に重要な質問で、最近特に高齢化しているので、やっぱりそういうバックアップ、サポート体制っていうところが重要になってきます。なので我々も必ず患者さんとお話をするときに、家族の体制がどうなってるかっていうことは必ず確認をします。で、サポート体制がしっかり取れているっていうところであったらちょっと安心してできるんですけど、むしろ独居であるとか他に体制がないって言われた時には結構慎重に構えます。で、まあ我々のところ昔からそのテレフォンフォローアップといったところを行ってたりもしてたので、どうしてもの時にはそういうテレフォンフォローアップといって、
電話をかけて患者さんの体調を確認してもらう。それは看護師さん、薬剤師さんとかが確認してくれてたりして、患者さんちょっと危ないそうなんで、ちょっと聞いといてもらえるみたいな感じで、確認はしてもらったりもしています。そういうふうにやっぱり慎重に構えないと、どうしてもやっぱり高齢で、電話もうまく、で、うちの東病院としては、テレホあのそういう何らかの障害が起こったときには連絡する体制というのを病院として設けているので、直接ダイレクトに電話がかかってくるような体制を取っているんですけれども、患者さんからでも。ただそれもかけれない方もいらっしゃるので、そういうときには本当に慎重に薬剤師さんや看護師さんとかに対応いただいてたりして、まあ何もトラブルがないよねということを確認しながら慎重に治療をやっていることが多いです。そうですよね。本当ご自宅にいるとこんなことで病院に電話してもいいんだろうかとか、もうちょっと我慢して次の外来まで我慢しようとかね、やっぱりご高齢だとそんな風に思ったりする方も多いと思うので、電話が来てちょっとね、体調聞いてくれるってとっても心強いなと思いました。はい、もっとお伺いしたいところなんですけれども、あっという間に時間になってしまいましたので、最後にですね、池田先生からご視聴の皆さんにメッセージをお願いできればと思います。はい、ありがとうございます。今日は肝細胞がんの、抗がん剤による治療を中心にお話をさせていただきました。この領域も本当にかなり進歩してきまして、もうこの10年で大きく変わったかな。もう10年前はソラフェニブしかなかったという時代から、今、8剤使えるような時代になってきました。これだけ肝細胞がんの薬物療法も進歩して、かなりコントロールも良くなってきたかなと思っています。こういうようなところ、これからもどんどん継続して治療開発、当たっていきたいと思いますし、そういう治療法についてのご相談事ありましたら、いつでもご連絡いただければ、我々東病院みんな一同で対応していきたいと思います。今日の説明1時間だけではなかなか分かりづらい点の方が多々あるかと思いますので、個別にでもそういうことでご対応いただければ、いつでもこちらは、相談に乗りますので言ってください。今日はご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。オンコロではがんの治験・臨床試験の被験者募集や患者向けリサーチの募集を行っております。右上のリンクまたは概要欄からご確認ください。チャンネル登録といいねもお願いします。最新情報のご案内はオンコロラインから。画面のリンクからぜひ友達追加をお願いします。オンコロチャンネル。